うございます。本日の入荷速報です。実はこれ量計ですね。いい形の松台です。ものすごい幅もありますから、これはもう脂が確実あります。はい、石鯛よりも美味しいんで、ぜひ。と 0.7 平すぎですね。はい、そして糸引きは1キロと 2.9 です。ぶどまりがもう相当いいので、ぜひお試しください。はい、そして、注文のこれは大鰊ですね。 4.8 約1匹でこの半分ぐらいの大きさですね。ちょうどいいプラスと思います、お刺身で。はい、で今日はオニエバが取れてました。このエバも一晩寝かせるなりしてお刺身、そして煮付けと、もう寝かせた方が僕は美味しいと思います。はい、そして今日はアジですね。9キロあります。100から200サイズ、はい、いい味です。もうお盆なんで、お盆前後はもう大抵このクラスの味がたくさん取れる漁場です、うちの漁場は。はい、そして前です。はい、こいつもちょうどいい大きさですね。はい、マダイだけはタイじゃなくて、これは本当にこう白ダイと言っていいほどの美味しい味です。はい、そして黒ダイ、このクラスの、これは大鰊の子供なんですけど、このクラスのちっちゃいやつは食いちって言います、僕らは。はい、これもお刺身でまだプンプンしてますんで、お刺身で全然美味しいです。そしてハゴイタですね。これ今年生まれたハゴイタと思います。結構大きくなってきました。お刺身で結構こう肉厚なんで、今年ちょっとクラゲが多いんで結構餌食べてると思います。だからもう結構パンパンに身が入ってますんで、はい、主食はだいたいクラゲとかそういうのも食べますから、このハゴイタというのはですね。ウマヅラハギとか言いますけど、ちょうどなんですかね、お正月のハゴイタに似てるから僕らはハゴイタって呼んでます。はい、そして、小物ですね。小物たくさんあります。肝出し金福の子供ですね。はい、カーマス、赤ガマスですけどちょっと小さめです。そして豆味、はい、で金福に平鈴木の子供ですね。これでもしっかり平鈴木してますんで、ぜひご賞味ください。そして今日は小サバが少々つるんつるんです。僕はもうこれ塩焼きは最高と思います。はい、そしてママカリの原料とかに使う片押しイワシですね。はい、以上です。本日もよろしくお願いします。